食のスキー場は平野選手が幼少期から通いホームゲレンデとして練習を重ねたゆかりの地です。何かにチャレンジすること、夢を持つことの大切さなどを学ぶ特別な体験になることを願っています。いやー、もうめっちゃ久しぶりにここにまた戻ってこれたなと思って、何かみんなに一つでも少しの力をちょっと僕から何かアドバイスできればいいなと思って、朝6時から夜中の1時ぐらいまではもうずっとスノーボースケート勉強みたいな、僕の強みっていうものだったり、まあそれをずっと育ってくれたのはこの場だったと思うんで、まあなんか最初からいい環境で練習して上手くなるわけじゃないなっていう。平野歩夢選手です、よろしくお願いします。平野選手が小学生の頃にやっていたトレーニング方法などのあれば教えてください。本数も大事ですけど、一つ一つの滑りをちゃんと大事に。何回かこけたことがあると思うんですけど、そんなの絶対やりたくないとか思ったことありますか？あるかな。それは結構あるかもしれない。そこを乗り越えるときが一番大変。地球温暖化、その固い、まあ、漢字5文字の言葉ですね、これ聞いたことあるって方はいますか？あ、結構皆さん手を挙げてますね。そのほとんどの日がもう35度を超えてしまうような、そんな未来になってしまうと予想もされてます。なんか昔も雪あった気がするなとかちょっと思ったりもする時あるんですけど、結構雪ありきの、まあ、まあスキーもスノーボードも知らないこと聞けた感じです。この服何からできてると思いますか？フィットオフに。ありがとうございます。そういった生地を使うことで CO2 の少ないものづくりにすることができますので、ユニクロはそういったことにもチャレンジをしています。子どもたちのあのがむしゃらな感じは改めてパワーをもらったなっていう、ものすごい力を感じましたね。まあその中で可能性も持てればチャレンジもできる年だと思うので、